エヴァポレーターとは、減圧することによって固体、または液体を積極的に蒸発させる機能を持つ装置である。蒸発による気化熱を利用した冷却、冷房装置、薄膜形成に用いられる、真空蒸着装置、有機化学実験などで、減圧蒸留を自動で行う、ロータリーエヴァポレーターなどに大別される。実験室の ロータリーエバポレーターロータリーエバポレーターは主に溶媒の除去のために用いられる蒸留装置である。フラスコを回転させることによって蒸発の効率を高めて迅速な溶媒除去を可能としている。突発を防ぐ効果もある。装置は蒸留すべきものを入れたすり合わせ付きフラスコを装着するすり合わせ付きのガラス管、フラスコとともにこのガラス管を回転させるモーター。 蒸発した溶媒を冷却して液体に戻すための冷却器、液体に戻った溶媒を受けるための溶媒ダメからなる。フラスコとエバポレーターの間に突発した場合に備えてフラスコから噴出した液を受けるトラップ球を入れることもある。操作時にはフラスコは高温層により加熱し冷却器から真空ポンプに結合して装置内を減圧する。溶媒の生成ではなく 除去を目的とするため、蒸発面と冷却部の距離は短く、効率の良い二重の蛇管型の大きめの冷却管を備えている。コンピュータ制御により加熱や減圧の操作を自動的に行う機能を備えた装置もある。フラスコとの接続部のすり合わせが固着しやすいので、固着を外す部品が付属している装置もある。連続式で大量の溶液を処理するための装置は、 冷却管の頭部に、フラスコに、追加の溶液を注入するためのガラス管付きのコック、冷却管と溶媒ダメの間に溶媒ダメを交換するための真空解放コックを備えている。フラスコを回転させることによって、フラスコ壁面に薄い液膜を形成させる。溶液全体の量が多い場合でも、液膜部分はすぐに、高温層の温度まで加熱されるので蒸発の効率が上昇する。 また、液体の表面積も増加するので、さらに蒸発の効率が高まる。主として反応後の溶液、カラムクロマトグラフィーのフラクション、分液操作を行った、有機層などの濃縮、溶媒止め算に用いられる。操作は溶媒を除きたい溶液を入れたフラスコを、エバポレーターに装着し、減圧を開始してから、モーターによる回転を始める。そしてその後、 高温水槽にフラスコをつけて加熱する。減圧前にモーターによる回転を行うとフラスコが落下して内容物を失う恐れがある。先に加熱してから減圧すると突発してやはり内容物を失う恐れがある。冷却管で液化した流出物は全て溶媒ダメに集められるため、寒流による整流効果は期待できない。そのため、 エバポレーターで沸点の比較的低い物質の溶液から溶媒を除くと溶媒と一緒に蒸発してしまい、ロスにつながることが多い。このような場合には、ビグリューカラムなどの蒸留等を用いて、通常の減圧蒸留で溶媒を除去する方が良い。フラスコ内に沈殿が積出している場合も、エバポレーターでの濃縮は不向きである。沈殿が沸騰石のように相手意の核となるため、 急激な発砲を引き起こし突発する。同じ理由で磁気核半紙を入れたままエバポレーターで濃縮することも避けるべきである。フラッシュエバポレーターもロータリーエバポレーターと同じく溶媒の除去のために用いられる蒸留装置であるが、こちらは核反羽を使用することにより効率を高めている。装置は回転薄膜式の分子蒸留装置と類似している。 蒸留すべきものを入れる溶液ため、蒸発を行うための核反バネとヒーターを備えた、スピニングカラム、蒸発した溶媒を冷却して液体に戻すための、冷却器、液体に戻った溶媒を受けるための溶媒ため、溶媒が除去された溶液を受ける、残砂ダメからなる。溶媒を除きたい溶液を溶液ダメから、スピニングカラムへ少しずつ導入する。スピニングカラム内の核反バネを回転させる。 ことによっては壁面に溶液を押し付けて薄い液膜を形成させ、壁面をヒーターで加熱して溶媒を蒸発させる。この溶液の白膜化によってロータリーエバポレーターと同じように蒸発の効率を高めている。ロータリーエバポレーターよりも大量の溶液を処理するのに向いている。整流効果が期待できない点はロータリーエバポレーターと同様である。 少しずつ溶液を導入するため、ロータリーエバポレーターよりも突発は起こりにくい。固体が積出してしまう溶液や粘長な溶液は、この装置では処理できない。エアコンディショナーかエアコン、ありがとうございます。